い、どうぞ、こちらのです、今回はですね、こちら今度はシークレットレアクライマックスチェンジモチーフを使っていきたいと思います。さあ、まずイラストがもうね、最初見た時すごい痺れたのがね、これ全形態のセレが揃ってるのがいいんだけど、もう後ろに18号17号が映ってるね。これはめちゃくちゃイラスト最高。プラチェンって大体外れないよね。はい、視聴者デッキはこんな感じで、ブームデッキで使っていきたいと思います。さあ、割と久しぶりですね、ブーム。はい、これ Z のね、ラスボスとラスボスっていう、ちょっとこういうデッキで行きたいんですが、スキャン順は合ってんのかな。あ、ちょっとセルが新しくなってますね。はい、スキャン順は合っているはずで、グラバレ多分打てないと思うんですけど、まあ一応グラバレいいか。多分また今回打てないと思う。もうエナジー破壊が強すぎるということが証明されたんでね、ちょっと自分もがっつりとエナ破壊していきたいと思います。てか太陽神エリートがね、利便性が高すぎるというので、ちょっと火消しを入れる必要はないというのがね、非常に強い。もう極炎のゴッドメテオとか、まあね、大半とか軒並み無効にできるのがね、まあ非常に強いんですが、まあ、セルの性能としては、こんな感じです。はい、パワーガード吸収というものがあるので、アイオスで奪った後に吸収すると。で、さらにこのデッキの良さとしては、これ相手のエナジーをブーブー込みで破壊するんですよね。で、破壊することによってクライマックスチェンジを使いやすくするという、それすなわちアイオスでね、相手超アビリティを封印できなくなるっていう、まあうまくいけばですけど、そうなった場合セルをねフルで使うことができますので、まあ現環境のクライマックスチェンジはこういう使い方がいいんじゃないかなと思います。さあ、テンプレートみたいなめちゃめちゃテンプレートみたいな、ゴリゴリデッキ来ましたけど、ちょっと画面近いかなと。すごいですね。はい、とりあえず最初はね、セントリー上昇率無効にしてきて記録をダウン。さあ、記録多分1本ダウンだと思うんですけど、どうなんでしょうか。はい、体力36000、いいね。 HP なかなか高いです。まあここ攻めない意味もないので、おっと、1ラウンド目で、そうなの。あれ、なんでだろうね。まあいいや、とりあえずじゃあ12000。お手柔らかに頼むよ。ああ、早いね。ってことは全出しか。国威下げの、まあ全出しか。ああ、兆候がないってことは多分そうだね。なるほどね。ってことは、まあ仮面王からのブーでがっつりエナ破壊はできる。うん、まあでも戦闘力出さないとね、魔神ブーじゃないや、セルダメなんで。楽しみ。はい、ボイスは変わってません。楽しみ。ただ見た目が、ちょっと新しくなってんのかな、これ。どっちだ。いや、どっちだこれ、わかんない。グラフィック変わってるこれ。まあでも攻めない意味はないね。はい、これでいいんじゃないかな。よし、よし、作戦決定。さあ、仮面王&ブーブー込みでね、もうがっつりがっつりステータス奪っていきましょう。ちょっと先行取られちゃいましたけど、なんか記録ダウンが効いてるのか効いてるのか正直分かりませんと。海洋神出したのはちょっとバカだったね。はい、早かったですね、海洋神ね。多分次のラウンドであれ来るもんな。まあ、とりあえずエナジーは破壊できました。そう、これもあるからちょっと海洋神下げればよかったかなって感じかね。でもさ、魔神ブーが結局ね、なんだっけ、エナジーがダウンした数かける1000パワー奪うから、今多分10個あったと思うんだよね。したらね、1万吸収全員から1万吸収でしょ。まあこれはかなりいいですよね。これのおかげでさ、ほら、技打てないし、あー、技打てない上にパワーも吸っている。はい、あんま食らわないか。はい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 、あ、まあ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 、セルは亀裂から守れそうな感じですけど、チャージが早いのは、あー、スラッシュ悟空がいない。やばい、ちょっとチャージがあれですね。はい、素足がまあひたすらに強いと。いい攻撃だな。はい、オッケー、亀裂に入らない。正直亀裂入ったらまあやばかったんですけどね。はい、でキーソードロックがおそらくブーに来るのかなって感じだよね。あの寝てるから今、
したらでも次7000かければさ、別にね、相手エナジーたまんないから。さあどこに来る？想像しいな。おっと、アイオス純粋じゃないの。はい、純粋風じゃないのは、あっ、まあ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 、これは止まったね。ああまあまあまあ、さすがに君では逃げられない。さあアイオス返し食らった、こっちも封じていきたいところ。さあキーソードロックはこっちもあるんでね、ちょっとここで挽回していきたいかなっていう、ところなんですが、このブーが 止められなかったのがすごい意外。こいつ止めちゃえばね、2人のアビリティ止められるようなもんなので。はい、来た、クライマックスチェンジ。そうなんですよ、これが強い。おっと、なんだこれは。おお、すごいすごいすごい。吸収吸収からのからのからの来た。ブルーブルー、よくしろ、素晴らしい1ラウンド目から。はい、太陽拳で目をくらませ。なにこれ、すごいかっこいいかっこいい。キエンザー2回打って、はい、とどめのカメハメハ、すげえ、めちゃくちゃかっこいいんだけど。驚愕のクライマックスチェンジ、めちゃくちゃかっこいい。はい、1ラウンドで行くんですね、このセル。あ、それはすごい、それはね、知らなかった。まあ今日が実装日なんで、そういう知らないのも無理はないんですが、まさかの1ラウンド目からね、行っちゃうっていう、なかなかいいじゃない。はい、気絶した。じゃあここにキーソード刺します。なんだ今の、エナジー奪えなかった。はいはい、相手のエナジーがやっぱりないとダメなんだこれ。ワンチャンあれかなと思ったけど、ゼロからでも、あ、まあないかないか。はい、これは結構入んじゃない。はい、パワー上がってます。パワー強い。はい、追撃もでかいね。ラスボスとラスボスのコンビネーションプレイで、はい、腎臓を追い詰めていく。はい、8580ダメージで、キーソードロッキングで、そうですね、ここはまあ悟空でもいいんだけど、あいつも固定上がってんだよな。10万ダウンの方がこれいいんじゃないかな、普通に。ごめん、10万ダウンでいいかなって思うんだけど。はい、10万ダウンします。相手ユニット使ってる、もう戻せないから、ここはちょっと宇宙銃も捨てがたいですけど。はい、決まったまあここは腎臓ちょっと止めておきます。戦闘力出ないの、まさかの記録ダウンアプリに阻まれていくか。あ、そっか、アイオスが潰されてるから。7000水源使ったんですけどね、まあでもまあ素足は止まるからいっか。楽しみだ。まあひとまずはこんなとこ、いや待ってよとかやってて負けてたらね、超恥ずいけどねまあこんな感じかな。うん、相手のエナジー溜めさせなければそんな怖くない。てかパワー吸ってるからね、結局ね、言うてって感じか。ミニカメいても言うて、時の鍵のレベルがマックスだ。いやマジ絶対もうあれだわ、バトル終わったらロベルのスタンプで返すわ。私を恐れているのですねドヤーみたいな。あーでも言うてフリーズがあるのか。フリーズであれだね、火力源止められればいい感じなんですけど。受けるがいい。29000か。まあ全然耐えられそうな感じはある。てかこれ結構強いね、パワーとガードがアップするだからね。ちょっとガードアップがかなり効いてます。でセルのパワーガード吸収もね、ほら全然火力入ってないと思うんだけど、相手かなり効いてるね。まあ
さあそこは起こしてほしいけど、おっと黒いナメック止まった。これはでかい、超でかい。決まりですね。うん、いいね、決まりですね。危なかったこれ、暗黒四天王は危なかった。はい、アイオスを切る、4000固定で、まあ大丈夫かな。相手エナジーないから超エナは火力出ないです。はい、おー全然大丈夫、よし。ぶっちゃけセルを起こしてほしかったけどね。さあこれで、超エナジーはまあ5日目を起きてほしいかなって感じだけど、はい、やってこないと。はい、いいですね、状況はかなり悪くない。消えてもらいましょう。はい、あでこっちも3000固定がここでめちゃめちゃでかいです。はい、これは勝っちゃうんじゃないかな。おやおやおや、あ、勝っちゃうんじゃないか。敵チームのタイムブレイク発生だ。あー、惜しい惜しい。はい、はいはいはい、どうや、はい、どうや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 。さあこれは、これは亀裂の刺さってかなりいい感じです。さらにアイオス起きてる、はい、ダダ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 、おらいいダメージ。はい、で2人寝たのはめちゃめちゃ大きい。あー入らないか、できれば入ってほしかったな今の。はい、2パフェ、どうや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 、ブーストモード継続だ。どうやー、これは強い、強い。この火力を受けてみるだけ。さあこのシャクレブーのこの底力、はい、マッシンマッシン、はい、ドーン。この分ねパワーめっちゃ高いですからね今、いいダメージが。はい、そしてこのパワーが上がった魔人ブーの攻撃が炸裂、これは一たまりもない一たまりもない。3パフェです。しゃあこれは勝ったっしょ。あー強すぎこいつさ、いやぶっ壊れてるよね、だってえどんだけパワー上がってんのって今。うーわいや、これはこれはなんか魔人ブー使ってみたみたいになっちゃったわ、強すぎた。はい、という感じでですね、今回はプレバンバインダーの魔人ブーをではなく、クラチェンのセル使ってみた動画ということで、いかがだったでしょうか。いやかなりちょっとね接戦だったっていうのと、ちょチャージの調子もね良かったので、最速結構決められて良かったなと思います。おさらいとしましては、究極進化論っていうアビリティで、まあねエナジー奪いも強いんですけど、まあ、融合僕とかのね戦闘力3倍とかをねあれすることができるのはかなりいいんじゃないでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。あーなんで最後はいいやつってということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。